イエーイ。どうも、シークエンス斉藤です。ということで今日は雑談動画になります。本日の雑談のテーマはこちら。幽霊は死後新作映画を見れるのかという話でございます。僕ね、個人的に映画大好きなんですよ。なんでね、まあ亡くなった後もね、もしかしたら僕マーベルシリーズとか見てて、ずーっとずーっと続いていって、俺が年取っても続いてて、ああ、わしが死んだ後のやつが見れんとかって思うかもしれないじゃないですか。そういうのが亡くなった後に見ることができるのかどうか、これできたらいいなぁなんて思ってて、で、これはまあ感想というか僕の考察、自分が死んだわけじゃないんでね、考察でもあるんですけれども、それでも良ければぜひ見てみてください。一緒に考えてみましょう。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ということで、幽霊は新作映画を見れるのかという話でございます。亡くなった後に映画館に行くことはできるのかですけれども、まずそこはできると思います。映画好きの人ね、まあ、大体僕も見に行く映画館っていうのは決まってるんですけれども、その映画館に映画を見に行くっていうのは大体決まってるんで、そこの記憶はすごく強く残っていると思うので、まあ、それは多分見れるだろうなというふうには思うんですね。で、じゃあ次にね、自分の記憶にない新作映画を見ることはできるのかっていうと、これは見れるとは思います。はい。ね、なんか濁した言い方でしょ。まあ今言った通り、映画館に行くことはできると思うんですよ。自分がよく行っていた映画館のよく座っていた座席、よく見ていた景色、そこに立ち戻ることっていうのはおそらくみんなできるんじゃないかなっていうふうに僕は個人的には思っているんですね。で、ここからがもう問題なんですよ。考察っていうか、なんか考えっていうか、なかなかどうなんだろうって思うのが、果たして新作映画を新作映画として受け入れられるかどうかですよね。まあ一応目の前で起きている事象というか、新しい作品内容っていうのが、脳みそが物理的には存在してない状態なんで、普通に考えたら、見れてはいるけど頭には入ってきてない状態なんじゃないかなって思います。なんか回りくどいというか難しい言い方ですよね。そう、なんて言えばいいかな。そのね、目の前で繰り広げられる光景を目の当たりにすることはできると思うんですよ。ただ、その目の前で繰り広げられている光景を吸収し、記憶に残すという行為はおそらくできないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。これ、どういうことかっていうと、例えば僕の先輩でウリズン桜じゃない、スマイルシーサーっていうコンビのヤスさんっていう方がいるんですけど、この人はね、自分のおばあちゃんがユタで、未だに自分にユタのおばあちゃんが取り付いており、なおかつおばあちゃんと話すことができるんですね。で、おばあちゃんと話することができて羨ましいなぁなんていうふうに思う。僕はお化けと会話できないからさ、羨ましいなぁなんていうふうに思うんですけれども、ただ、やっぱりおばあちゃんが生きていた間に発した言葉以外を話せないらしいんです。まあ、噂ですけどね。うん、なんらしいんで、っていうふうに考えると、まあ、おそらくなんですけれども、もしかすると、自分の生きていた時の記憶しか発せられないってことは、おそらく時間は前に進んでいないだろう。で、時間が前に進むことがないとはどういうことかって言ったら、おそらくは新しい記憶とか新しい会話というものを吸収することはできないのだろうというふうに個人的には、思う次第なんですよ。なので、この辺っていうのがすごく難しいところで、見れてはいるけど頭の中には入ってこない。これを見れているというのか見れていないというのかって問題なんだと思います。これは、例えばディズニーランドとかである新しいイベントだってそうだし、子供の成長だってそうかもしれない。とにかく何、とにもかくにも何にしてもそうなんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて。で、まあね、例えばなんですけれども、似通った場面とか似通ったシーン、例えばマーベルシリーズだと、新作映画にも昔出てきたキャラクターとかっていうのが出てくるわけですよ。まあもう出ないけど、例えばキャプテンアメリカがアベンジャーズに出てきて、シビルウォーに出てきて、その後インフィニティウォーに出てきてみたいな、ちょっと知らない人はわけわかんないと思いますけど、っていうね、同じキャラクターが作品をまたいで、回をまたいで、自分単体の作品外にも出てくる。こういうのを目の当たりにした時に、それをキャップだと。
あれはあの時のこの人だって認識することはできるんじゃないかなと思うんですね。それはなぜかというと、亡くなったご先祖さんとか、まあうちの親父曰くなんですけど、亡くなったご先祖さんとか先立っていった人たちが、自分、成長していく自分をこいつはあの子だって認識できてるから。だって今の状態っていうのは記憶にないわけじゃないですか。僕のおじいちゃんおばあちゃんとか先に亡くなった人たちは、今この29歳の状態の僕が記憶の中にはないはずなんで、認識できなくてもおかしくないんですよね。なんだけど認識できているであろう。で、おそらくこちらを見守ったりもしてくれているであろう。ということは、おそらく認知することはできるんだけれども、それを成長と受け止められるかどうか、新しいことをキャッチできるかどうかっていうのが怪しいところじゃないかなっていうふうには思います。なんで、シリーズもの、シリーズものというか続きものの、なんか、その人が亡くなる前にも続いていた、例えばスターウォーズシリーズとか、そういうものっていうのは新作映画を見に行った時に、ある程度情報をキャッチすることはできるかもしれないけれども、完全新作、もう01で作られたようなもの、もう、今までの作品なんか全然関係ないっていう、なんかほんとセンセーショナルで、すごく斬新で新しい新作映画っていうものっていうのは、まあ、全く見れないと言っても過言ではないかもしれないなというふうに思いますね。ただシリーズものはある意味で見れると言ってもおかしくはないけれども、ただそれは見れているというよりは昔見ていた記憶をそれを覗き見することによって思い返している状態に近いと言った方が分かりやすいんじゃないかなというふうには思います。ただこれはあくまで全部僕の考察というか、見ている中でこうなんじゃないかな、いろんなものを結びつけてこういうことなんじゃないかなっていうふうに思っているだけなので、もしかしたら見れるかもしれません。現に映画館にはなかなかにお化けいます。僕映画好きなんでしょっちゅう映画館行くんですけど、映画館の中にはまあお笑いの劇場とかもなんですけど、なかなかにお化けいます。で、なかなかにお化けいるし、ソーシャルとかマスクとか全然気にしてないですね。そりゃそうですね。だって関係ないもんね。だから、そういうの全く気にしてないでバーっていっぱいいるんで、うん、まあなんで来てんだろうって言うと、やっぱ映画が好きだったのはもちろんなんですけれども、それ以外にももしかしたら新作を見に来ているという可能性も否定はできないかもしれないですね。うん、だから見れてたらいいなーというふうに思うんで、まあ期待して、なくなってみると希望が持てるかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。個人的にはいろいろ言いましたけど、見えててほしいです。うん、自分が死んだ後も新作映画見れる方がいいなと思うし、見れる方が楽しいだろうなっていうふうに思うんで、個人的な欲望としては見えててほしいけれども、原理的に考えるとね、他のことはダメで新作映画だけ大丈夫だっていう理由が特に、見つけらんないかなというふうには思うんで、うん、だからまあしょうがないかな。まあどうなんだろうね。どっちかわかんないけれどもね。うん、でもまあどっちにしろ映画館に通うことは死んでもしばらくやめない人間だと思います。私は。うん、なんで、諦めずにね、できれば生きている間に好きな映画は全部見ましょう。もう死んでも見れるわと思わないで、生きている間にも全部見ましょう。でも全部見てから、亡くなるように頑張っていきましょう。そしてどうしても見れないんだ、もうどうしても死んじまうんだ私はっていう時も、もしかしたら死んだ後見れるかもしれないという希望を胸に抱きながら、そういう考えを持ちながら死んでいくっていう風にすると少し気が楽になるかもしれないんで、映画好きな人たち落ち込まずに死を考えながら、これからも素敵な生き量ライフをお過ごしください。またお会いしましょう。次は何の映画見に行こうかな。テネット、うらろし。
い話